ご視聴ありがとうございますこれよりお送りいたします作品は野村古道作織鶴秘調昭和16年隠密取物町より青空文庫未収録それでは本文をどうぞ 密小説「御神田正之助の村垣与三郎殿お召しでござるぞ」はっ「お庭番の中でも聞けのといわれた権田村垣の両名当番大目付土屋讃岐きの,神の前に平伏しました。 将軍じ々お庭番の機密を授けたのは八代将軍吉宗時代のことその後は当番お褒めつけから命令を下し六十余伊豆雲の果てまでも飛ばして三百大名の後輩無備財政政治向きのことなど何くれとなく探らせるのでしたその方どもを呼び出したのは世の木でないかねて 聞いたであろうが、田島伊豆市三万石の大主、戦国美濃守殿ご高いその跡目相続についてとかく面白からぬ噂があるところで今から三日前辰の口目安箱にかような訴状を投じたものがあるのじゃ土屋ぬきの神は一通の投げ文を取り出して二人に目読させました。 その師は家老戦国左京千五百国我が子小太郎をもって主家を継がせんと図り千君美の神様正義様隠居播磨神様久通様を毒殺し神や歌た荒木源場河野世兵衛以下の中心を退け老中松平の神に舞い内して当主

いいずれとも定めがたいこの投げみはおため派の一人がふけそうとなって下草一月時あたりに潜みいると聞いたが多分そのものの仕業でもあろうかさぬきの神はそう言いながら盆に載せた「紅白二王」の藤を取り出して二人の前に置きました。 その方どもににずる役に慣例として紅白のくじ取りをもって決するし中の趣の通り左京派おため派二手に分かれぜひ善悪を探りまいるようはっ権田村垣両子はいざり寄りました盆に乗せたくじはたった二つまず助手席の権田正之助赤のくじを取り続いて村垣与三郎白いくじを取り 背中合わせに開くと権田の取った赤いくじには「戦国家に潜入して左京の本心を確かめ罪の有無を探って立ち返るよう」とあり村垣の開いた白いくじには「祖人志は天藩戦国家よりの訴えにより手配中の脱藩人神谷唄にあらざるか下唄一月時に向かって右を確かめ いいよいよ同人に紛れなきにおいては計略をもっておびき出し自社奉行の手に「メシトしシムべし」とこう書いてあったのです若い村垣よさ与三郎ははっと息をのみましたうつむき加減に後ろを向いておりましたが頬の辺りがしびれるように感じるのは多分顔が青くなったせいでしょう「府け志賀は神や歌たならば」 村垣与三郎大変な境地に立たなければなりません大目付の前を退出して安城所から牢人を受け取ると村垣与三郎は我が家にも立ち寄らず思案に暮れながらもそのまま大丸呉服店へ赴きましたこれがお庭番隠密の守らなければならぬつらい鉄の掟の一つで命令が下ると同時に 親にも妻子にも合わず、まっすぐに目的地に駆け向かわなければならなかったのです。大丸の店の奥には、隠密の衣装部屋が一つ用意されてあります。隠密だけが持っている。鍵で、厳重な扉を開けて入ろうとすると、中からぬっと出てきたのは、旅絵師風。三十五六の男・村垣与三郎を流し目に、日焼けの下顔に。 眼竹の深い笑いをにやりと浮かべて出て行ってしまいましたちゴンダめ村垣よ三郎は下打ちをしました六七つ年上ですがずいぶん古い知り合いでこの二三年は同じお庭番を務めながら何かにつけて小市の悪いことばかりしているゴンダ正之助だったのです胸をさすって衣装部屋へ入ってみると 正面に礼々とぶら下げたのは「さあこれを着てゆけ」と言わんばかりうもちしましたぼま権田政之助の皮肉ないたずらに対する腹立たしさよりもいつでもこう後手後手と回らなければならぬ自分の弱気と勘の悪さが腹立たしかったのです。 職業的な密というものから村垣与三郎は何という遠い存在だったのでしょう巧みに筋を折って寸胞の隙もなく立ち回る権田政之助の神経の鋭さ村垣与三郎は腹立たしいうちにも及びもつかぬ簡単の心持ちでそれを眺めなければならなかったのでした 2> 第二章 大地をたたく中心の涙。下総一月寺に行った村垣与三郎は自社奉行のお声がかりで何の苦もなく入山を許され木山と名乗ってその日その日の権行に勤しみました奥には誰やら身を隠している様子ですが新米の木山には容易にそれを確かめる工夫もありません。一方、ともすれば先鋭になる、 職業意識の裏にはなるべく神谷宇多田でないようにという願いが村垣与三郎の創作行為に干渉して心ならずも三日五日と虚しい日が経ってしまいました神谷宇多田と村垣与三郎の関係は今から五年前のことでした若気の過ち宝刀に身を持ち崩した上女と心中までし損ねて 父の家を追われた村垣与三郎は散々髪型を放浪した挙げ木城崎温泉で飢えと病気のために虫の息で雪倒れになったのを行き合わせた伊豆市藩の神谷唄に助けられ手厚い解放を受けた上小根まで叩き直され江戸に連れ帰って村垣与三郎の父の家に詫びまで入れてくれたのでした。 村垣与三郎は生まれ帰った心持ちで修行をし直しましたが間もなく父親は病死跡目を相続してお庭番に登用され三年越し金直無比な勤めぶりに先輩の権田正之助の宍獅まで買うほどになっていたのです神や歌田を縛らせるくらいならお庭番の役目を捨て亀へ家,家禄を返上して 天外孤独の浪人になろうか村垣与三郎はそんなことまで考えましたが一度命令が下って探索の役目を引き受けた隠密というものはそんな生やさしいものではありません。嫌になったからよすと言ったような毛振りでも見せたら第二第三と放たるる監視の隠密の手によって純烈無比な鉄の掟の裁きを受けなければならないのです。ほっ そんなことを考えながら、寺の裏手の方へ歩いて行って、村垣与三郎は、思わず立ち止まりました。栗の隠し扉を開けて、初秋の夕映えの明るい中へ、人品の立派な中年者の老け草が、一人、静かに姿を現したのです。紛れもない神谷歌た伊豆市三番国の祭りを、創建に担う大中心、期待の 大好物戦国左京を向こうに回して、一寸の引けも取らぬ神谷うたたの世を忍ぶ姿を隠密。村垣与三郎は目前六尺のところに見て取ってしまったのでした。お待ちなされ、神谷うたたの死がは後ろから呼び止めました。この時、村垣与三郎は心弱くも背後を見せてあた。ふたと門の方へ。 足を早めていたのです先日来しきりにそれがしの身辺を探る者の,のある気配御美を疑うわけではないがどこやらで見たことのあるお顔村垣与三郎は逃げ出しもならず固くなって立ちすくみました「もしお身が貫族左京の手の者のならば何にも言うようはないあ万に一つ公儀お役目の方で渡らせられるならば」。 思わず振り返った村垣与三郎の目二人の視線は楽器と宙に合いました一瞬志賀は何もかも読み取ったのです「志賀はこの場でお縄を頂戴する覚悟で一言申し置きたいことがござるお聞きくださるかそれとも村垣与三郎は黙って目をしばたたきました何なりと」言った心持ちが素早くも 死我の胸に徹しますそれでは申し上げる